にちは、こんばんは、佐々木です。よろしくお願いします。今日は久しぶりに喋りながら映像を撮ってみたいかなと思います。はい、で、今日は腕の日なんだけど、腕、サブで胸の日です。で、とりあえず今からインクラインダンベルベンチをやります。はい、で、インクラインダンベルベンチをやりながら、まあ、ちょっとね、余力があったら、まあ、腕もやるっていうルーティンになります。余力があったらというか、まあ、胸メインの種目は今からやるインクラインのダンベルベンチだけです。はい、まあ、その後に、まあ、腕の種目もやると。まあ、なんでかっていうと、大会が近いんで、ちょっと、早急にですね、弱点を潰しながら今減量を進めております。はい、で、今とりあえずですね、まあ、腕に関してはもう絞れてはいるので、大胸筋の上部を、まあ、少しでも埋めていきたいかなということで、まあ、とりあえずインクラインのダンベルベンチを最優先でやって、で、まあ、一応腕の日ではあるので、その後にほとんどの種目を腕で埋めていくというような感じで進めていきます。
回6月30日の大会からさらに、今私コンディションが進んでるわけですけど、次はですね9月8日の、WFF、ワールドフィットネスフェデレーションという、団体の、アジアグランプリの、ミューダモデル、メンズフィジークなんですけど、メンズフィジークとであと、クラシックフィジークにエントリーしました。で、そこで、勝てると、そこの WFF の、プロカード、プロライセンスが取れるということになります。で、WFF は、勝ったカテゴリーの、プロライセンスがもらえるということで、例えばフィジークで勝ったからといって、クラシックフィジークに出れるっていうわけではないんですね。なので、もし大丈夫なのであれば、クラシックもメンズフィジークも、両方勝って、両方のプロカードを持っていられればいいかなと思ってはいるんですけども、ちょっとわかんないです。で、そこので勝てると、おそらく、もしプロ戦に海外からのエントリーがあれば、そのまま、その日のうちに、プロ戦が行われるという形になります。その日のうちです。はい。で、そこで勝つと、おそらく、賞金が出たりとかっていうのがありますと。はい。結構、選手のサポートも手厚い、団体なので、とりあえずそこのプロライセンスは取っておきたいかなということで、ちょっと頑張ってみたいと思っております。はい。で、なんで、他にもね、IBB の、プロリーグのプロクオリファイとか、出てるんですが、なんで他のね、ナバとか、サマスタとかありますけど、そういうところじゃないかというと、基本的に僕は、海外の選手だったりとかで、あとは海外というか世界中のね、選手と戦える環境にある、団体、外国人も、日本人も関係なくやれる団体というのを、出ておきたいと。で、プラス、海外戦だったりとかもチャンスがあれば出てみたいと思ってます。ということで、他の団体はそうすると外れちゃうんですね。ナバとかも、基本は韓国がメインの団体ですし、サマースは日本メインの団体ということになりますし、JBBF は、基本的に JBBF という団体自体は日本のみと。で、派遣する大会は、エリートプロリーグの IBB エリートプロの方になります。なので、ちょっとそっちだとね、派遣っていう形なんで、自由に自分で選んで出ることはできないという形になっております。はい。で、そう考えると、ここで各国でたくさんの大会がやっていて、かつ世界中の人たちが、出たり見たりできるっていうになると、IFBB プロリーグと、あとは、かつ日本でもやっているっていう条件ですね。日本でもやってて、世界中の人が出られて、世界中の人が見られて、賞金も出てみたいな団体は、IFBB のプロリーグの大会と、あと WFF のプロライセンスプロの、大会しかないので、その2つを目指していると。で、IFBB プロリーグの方の、各団体の NPC の大会に関しては、今年出ましたね。で、WFF の方は、多分プロライセンス持ってても他の団体の大会にも、多分出られると思います。そっちの団体が禁止してなければ逆に。で、なので例えば WFF の、プロライセンスを持っている状態でエリートプロリーグの、プロクオリファイに出るっていうのもできると思います。今のところ出れると認識してますので、先に WFF の、プロカードを取りつつ、プロとしての活動をしつつ、IBB のプロカードも、狙える時があったら狙っていこうかなみたいな感じですね。はい。っていう予定
で行動をしてます。はい、こんな感じです。で、まあ、とりあえず今そこに出る予定なんですけど、クラシックフィジークにエントリーしてますが、まあ、クラシックフィジークは FBB プロリーグでも体重制限があります。でアマチュアだと僕の身長176センチだと、91.6キロで、プロライセンスを、発行されて、IFBB の、プロのクラシックフィジーク選手になると僕の身長だと、91.6キロからプラス 4.5 キロの、体重リミットが上がるということになります。はい、で、メンズフィジークは僕の身長だとアマチュアのクラシックフィジークと同じ 91.6 キロの、リミット対象になるというわけです。で、そこからまあまあ、それは IFBB プロリーグの方なんですけど、 WFF のクラシックフィジークの方はなんと僕の身長の範囲内だと85キロだそうです。はい、で今回僕が大会の当日に仕上げた体重が88キロでございます。はい、で、その後、まあ、減量は、大会があるので続けてましたが、その後ですね、少し水を戻したりとかして、まあ減量状態としては変わらずで、まあ、水分とか調子が整った状態で、さらにもうちょっとだけコンディションが進んでるっていう条件下で、92.6 キロでした。で、そこから、85キロにするということで、今めちゃくちゃ頑張って女子棒を進めております。で、6月30日の時にはやってなかった、有酸素運動をマジで毎日やってます。はい、毎日、がっちり有酸素運動をやって、まあ、今なんとか88まで体重が落ちました。で、大会の時よりもすごく絞れた状態で今88キロになってる感じです。はい、で、まあ、あとここから、まあ、どれだけ女子棒できるのか分かりませんが、女子棒進めていって、もし余裕があるような状態になるのであればカーブアップをして、85キロギリギリで当日の朝を迎えるっていうのが、まあ、一つの選択肢で、もし、ギリギリになってしまった場合は、まあ、カーブアップせずに、カーブを、まあ、体を膨らませる作業とかは、極力当日の計量が終わってからでになります。まあ、ギリギリで攻めると。で、もし、間に合わなかった場合、まあ、女子棒は今のところ順調に進んでるんですけど、もし女子棒を過ぎても今筋肉を、まあ、ちょっと弱点部位もいろいろ明確になったので筋肉を増やそうという作業自体はしておりますので、その状態で、もし、リミット体重まで乗らなかった場合っていうのは、まあ、しょうがないので水抜きをすると。はい、まあ、これの状況に関してはおそらくもしかしたら水抜きをする可能性が今僕が一番高いんじゃないかなと思ってます。コンディションの進み具合と体重の落ち具合を、比べると。で、まあ、今だんだんと筋力が増えていってる状態ですので、そうするとなかなか体がパンパンに張ってくれて、体重が落ちないんですよね。はい、まあ、それはいいことなんですよね。嬉しい悲鳴でございます。で、その場合は水抜きをして大会当日を迎えると。で、まあ、ステージまでにいくらか戻して頑張って出るという感じ。まあ、プロのクラシックフィジークの選手とかは当然リミット体重がありますので、まあ、みんな結構そんな感じでトップ選手は仕上げてますんで、まあ、僕も、まあ、それをいち早く経験することになっちゃうかなという感じになるのではないかと思っております。はい、なんで今までで一番、絞り込むことになりそうです。で、今日が、7月20日の、土曜日の夜ということで、あとどれぐらいだろう、大会の日からは3週間経ちました。で、あと残り20日、まあ405日ぐらい、わかんないけど、45日ぐらいトレーニングができるのかな。はい、まあ、その間に、しっかりと女子棒を進めていく感じになります。はい、ということで、はい、じゃあ腕トレの続きをやっていきます。
です。今日のところはこんなところで終わりにしたいと思います。はい。まあ、今日はね、時間なかったんであまりいっぱいできなかったですけど、まあ、この後有酸素運動をやって、プログラム全体は終了ということにします。はい。で、あと、さっき言った通り、時間もあまりありませんので、なるべく前回、まあ、絞り的には課題だったのが、お尻周り、足周り、まあ、そこは今順調に、脂肪が落ちております、はい。で、筋肉の、レイアウトというかね、はい、パース的に、課題だったのが、まあ、個人的には、まあ、背中の、中央、僧帽筋だったりとかで、あとは広背筋そのものの厚みというか筋ボリュームをまだまだ増やしていきたいっていうところ、はい。で、まあ、あとは全体のディテールを整えていく感じで、まあ、大きくできればいいかなっていうところです。はい。筋力も順調に増えております。まあ、あとは、なるべく関節が、壊れないように、気をつけながらですね、まあ、今の段階では水分をたくさんとって、しっかりと関節がスムーズに動いてくれる状態を作っていきます。はい。まあ、とりあえず水抜きとかは今のところは、またむしろ水分を増やして、しっかりとトレーニングをやっていくのと、はい。あともうとにかくですね、あ、そうそうそう、下半身、まあ絞りの面でもそうですけど、お尻周りの、筋肉量を、さらにつけていきたいなということで、このデッドリフトだったりとかのヒップヒンジ種目と、スクワットもちょっと今現段階では、メインのスクワットを、ちょっと、スモースタンスに切り替えている状態で、まあ、プラスアルファ、ヒップスラストだったりとか、あとグルツ系のマシンだったりとかっていうのを、結構対応して、お尻周りをしっかりと鍛えている。であとお尻を、ポージング時にしっかりと収縮をかけるようにする、ウォーキングの有酸素運動をする場合は、しっかりとお尻に力を入れた状態で歩くなど、とにかくお尻がしっかりと発達して、かつ絞れるように今取り組んでおりますという感じです。はい。残り、9月9日までの期間、頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。はい、それでは、ありがとうございました。